徴用木工問題の解決案は意外な妙手じゃないかと。これは神戸大学の、木村寛さんが書いてるんですけど、コラムで。大統領ユン・ソギョルは日本の企業が肩代わりしてくれと、はい、いうことを言ってますよね、はい、でそんなことしたらまた同じですからね、あれの慰安婦財団と同じことになっちゃうから、日本はもう絶対それはそのやらないわけですけど、しびれを切らした形になった韓国側が自らの側の民間企業の資金だけで財団を動かし、当事者などとの協議を開始して、まあ、今に至っていると、うん、はい、で実はこの状況はそれ自体が意外に上手な落としどころである可能性もあると、うん、韓国側が自らの資金で問題への対処を自ら試みているのだから、うん、はい、この形は元徴用工問題は韓国国内問題という日本政府の主張に沿った形になっていると、うん、はい、だから財団に資金を出すのは、主として1960年の日韓請求権協定により得られた日本からの資金の恩恵を受けた企業、そうです ね、はい、だったらもう韓国内で解決できるわけ、はい、例えばその代表格であるポスコの営業利益は2021年には9兆2000億ドル約9600億円にも達している、9兆2000億ウォンね、はい、約9600億円にも達していると。世界的大企業である彼らにとってこの解決案への協力により、植民地支配の被害者が受けるべき資金を横取りした企業という韓国国内の汚名を返上できるなら、財団が必要とする数百億ウォンと目される金額は決して大きなものではないはずだろう。だから韓国企業が出せばいいわけだよ。そうです、ぴったりです、ね、日本企業に求めない、はいはい、ぴったりなんだよ、ぴったりですね。それで発展したんだから、はいはいはい、そうです、日本のパッケージの、はいはいはい、そっちに使ったわけですから、ね、そうそう、そっちに使っちゃったわけだから、はい、戦後の復興をね、そう、その慰安婦にあんまり回さないでね、うん、はい、もちろん山だけでもあってないけど、はい、使い切れないでしょうけど、うん、だからこれは確かに木村さんの言うようにさ、はい、すごくいいんだよ。そうです、だから日本は売っちゃっておけばいいんですよね、今 ね、まあなんだよ、一生懸命今日韓なんとか良くしようとして、ね、しようとしてますよね、はい、だから日本人がまたすぐ甘いからさ、いやもうすでにホワイト国に戻そうという検討が始まったっていうふうに出てて、いやー早いなと思って、そういうことしたら甘いなと思いますね。もっとほっとけばいいんだよ。そう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 、これ完全に終わるまで、そうやんないと、そう、韓国内でいろんな反対があるでしょう、はい、それは大変かもしれないけど、はい、ほっとけばいいんですよ、はい、決着 ついてね、うん、徴用工問題終わりましたと宣言してくれないと、もう早くもホワイト国に戻そうという検討を加速してるんですよ、うん、とんでもないですよ、はい、本当に、うん、あまあまですよ。そうなんだ、はい、これはね、絶対この木村寛さんのおっしゃる通りにした方がいいですね、はい、そうですね。あともう一個忘れちゃった、週刊新潮でね、これちょっと面白かったんだけどね、うん、高山正幸さんのね、偏見時代っていうコラムね、はいはいはい、これまあずっとやってまして面白いんだけど、この間ね、朝日新聞で、はい、ミャンマーでですね、拘束された北津の弘樹さんっていう人がですね、の手記にね4回ぐらい連載したんですよ、はい、でそのミャンマーの刑務所に入ってた、はい、体験記をね、来たんだけど、高山さんが面白い発見をしてんだけど、この北津のっていうのかな、はい、北津見っていうのかな、うん、はですね、橋本徹さんが大阪市長だった頃、学校教育の活性化を図るところで校長を一般から公募したと。あの人だったその時の校長の一人なんだよ、はい、11人の公募校長で、はいはい、でその彼はですね、うん、波の校長より20歳も若い37歳で校長になった、元日経記者、うん、で校長になったのは良かったんだけど、うん、課外授業の遊びにも付き合ってはしゃいだ生徒を川に突き落としたり、うん、生徒が怒るとなんだその態度だと本気で水に沈めて周りがびっくりして止めに入ったりました、うん、教員室でも教頭が諭すと怒鳴りつけて囚人の中土下座をさせたと、うん、PTA も明けで新聞各紙は当時ですね、橋本が選んでろくでもない校長と報じたと。で彼は出ていった、不適されて辞めちゃった、はい、彼がいつの間にかですね、ジャーナリストとして日本人のフリージャーナリストで国軍に逮捕拘束されたと。で望月磯子やですね、ラサール石井はですね、政府は北門さんっていうかな、北津かな、わかんない、を救出せよと会見までやったと、うん、はい、それで朝日新聞はミャンマー獄中記のタイトルで連載したと、うん、新年早々僕もこれ読みましたよ、はい、うん、それがこういう人だったと。なるほどね、これはね、高山さんよく見つけてきたの、はい、そうですね、うん、うん、ちなみに朝日は北住の過去を報じていたが、ヒーローには邪魔と思ったがウェブから削除されていたって言うんだけど、うん、そこまでごまかす心根が怖い。そうですね、うん、だってね、
一躍有名になった時のですからね、そうそう、橋本徹が、うん、あの校長を募集したっていう、そうそう、はい、あれ話題になりましたね、うん、すごい、その人だったね、はい、これ、はい、どこも報じなかったね、はい、うん、そうなんですよ、っていうようなところですかね。で結局左翼側の活動家と仲良くなっちゃってるっていうことですね。保守側かと思ってたんですけどね、そうそうそう、要は官僚とか組合とかと戦う保守側の先生としてきたわけじゃなかったか、まあ本当はね、はい、感じになっちゃってますね、はい。